はい、政治を学んで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、はい、さっき滝の続きですよ。滝の続き、今日はロケですロケ。ロケ、滝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 ってなんだろう。で竹を見てきて、で水を汲んできたんだよ。汲んできた。はい。っていうことはさ、やれることが増えたんだよな。増えたな。この水を手に入れたんだ。俺ね、実はね、気になる検証があるの。何よ。カップラーメンってうまいじゃんよ。うまいな。で、最高の水でカップラーメンを作ったら絶対うまいでしょ。まずそれ一つ。そう、もう一個。おや、あのね、シチュエーション、シチュエーション、シチュエーション、食べ物はシチュエーションをうまくする。そうだな、ね、シチュエーションが食べ物をうまくするっていうのはよくあることだ。おや、最高の景色のとこ行こうよ。いいよ。せっかくだからさ、ここまで来てんだから最高の景色、すなわち富士山だよ。いいね。富士山を見ながら最高の水でカップラーメンを食おうよ。オッケー。そのためにはさ、ちょこっとだけ登山しなきゃいけないんだ。オッケー。いいか。大丈夫か。頑張る、俺は頑張る。はーい。オッケー。ということでね、最高の景色を見に行こう。おう。はーい。はい。行こう。金柑超うめえ。今、完璧な富士山。待ってね。完璧な富士山。完璧な富士山、いいね。でもね、ここでさすがにコンロ使うわけがねえんだ。もっと上よ。なんで、ちょっともっと景色がいいとこ行こう。おう、こっから登山だ。うん、俺、あれだから、見て見て、杖持ってきたから。いやー、行くか。はい、この階段を登ります。いいえ。で、目的地はあそこ。そんな遠くないんだね。そう、10分ぐらいだよ、頑張れば。俺がいると20分になるよ。マシコさん時代だね。そうだね。うん、はいよ。いいよ、どんどん行け。いや、いいや。お前、今俺が持とうか。おう、頼むわ。行くよ。ぬーん。あー、でももう見えてきたじゃん。うん。お社があるから、お社、お社様が。じゃあ最後は、しんどい。もうちょっと。着いた。ああ、着けた。こんにちは。ありがとうございます。じゃあ、イエス。ちなみに。今俺らが死ぬ気になって登った山は、陽神山、標高 1291m、 山頂ここです。おいえ、やったぞ。富士山すげー。マジやばいね、富士山。今日の富士山はいい富士山だな。ということで、山頂登ったんですよ。おう、めちゃめちゃすごいです、景色。景色すごいね。じゃあさ、ここでとりあえずやること、カップラーメンを食べんだよ、ここで。おいや、ここでやることって言ったらカップラーメンを食いたいんで、うちらは。はい、こちら茶水の滝でもらってきた。おいや、すごく美味しいお水。これでカップラーメンを作ろう。おう、カップラーメンなんだけどさ、うちらさ、実はさ、ラーメン禁止なんだよね。禁止。そう、なんで、なので、うちらはカップヌードルライト食べます。今日だけはライトで許して。カロリー超低いから、これ。初めて食う。200キロカロリーないから。ほんとだ。はい、これ食べます。はい、絶対うまいだろう。はい、じゃあやかんに水汲んでいきます。ほら、あ、もうこのまま飲みたいわ。うん、ほら。はいよ、はいよ。こんなもんでいいか。こんなもんでいいよ。ついてくれ。ついてる。お、ついてる、ついてる。ボーって言ってる。とりあえず沸騰待とう。はい。なんと沸騰しましたっていうことでね、カップラ作ろう。いくよ。はい、はいよ、はいよ。完成。
オッケー、ということで、この最高の景色を見ながらカップラーメン食べたいと思います。思います。ちょっといい感じにできてるね、ほら。あ、いいじゃん。そう、もう一個付け加えられたのがさ、うん、久々のラーメンっていうだけでワクワクしてたよ。2週間ぶりだからね、ラーメン。いただきます。よし、これ絶対今うまいよね。なあ超唾液出んもん。やばいもん俺。うまーな。やべえ。あー、おいしい。こんな幸せなことあるんだ。あー、やべえ、うまいわ。全部だよ、2週間ぶりのラーメンに、最高の水に、最高の景色、そして結構苦労なあ。これ隣美女だったらよかったな。だな、最高だな。なあ、そうしたらな。うまい。え、想像絶するよ、みっちゃん。マジで、マジで、想像絶する。あのね、俺が思ってた、絶対大して変わんねえよって本当本音では思ってたの、全然うまい。マジで染み渡るカロリーだね。いや、うまいな、マジで。人生でこんなにね、カップラが美味しいと思ったの初めてかもしれない。な、うん、マジうまいな。うまいな。まあ、実際登ったのほんのちょっとだけどさ、まあ、高いところから登ってるからさ。完食、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当にね、いろんな要素が絡みすぎたな。絡みすぎたな。ちょっと良かったな。でもな、あった、あのね、ちょっと涙出そうになったもん、食べてて。美味しいって。本当にこんなにうまいか。うまいな。あのね、やっぱりね、シチュエーションって大事だ、大事だし、素材、水にしろ素材は大事、大事、うん、このね、要素全部揃うと半端ない、半端ない、半端ない。今度さ、なんか肉でも焼いてみる。だな、うん、誰がしようと思ってくる、お前。おいえ。なんだかんだね、おい、これ失敗すると思ってたけど大成功だよ。ということで、以上、セッションオーバーランでした。またね。お前もう二度と登んねえって言ってたもん、さっきまで。